えっとですね、前回はですね、あのダニエルを助けに来たんですけど、えっと、あの教会のね、あの、ゲス夫婦、夫婦じゃないか、ゲス男と女2人にボコボコにされましたと。で、お母さんと合流したよね、ついに。さの奇跡ね。超能力ね。 で、まあ、今回ゲス選択やからね、前回お母さんと仲良くしたけど、今回はちょっと、お母さん突き放していこうと思います。覗くくのはよくないけどコンドームまあいいか。え学習したってことか。え、お母さんコンドーム持ってんねんけど。こんなに遠くから来たのか。え、お母さんコンドーム持ってる気まずい。 気まずすぎるてか今度もんあんなさ上に置くあんな見えるようなとこに外を見るすごくさあこれどうやったらお母さん帰ってくれないんだっ,っけ聖書カジノのコイン あれママママこれどうやって帰ってくるんやタブレットかこのタブレット借り物みたいだな12708やったテクノロジー様々だ奥様は謙虚には見えないあ取材されてんねんなこいつね最低評価の宿だけど誰にも見つからない あいつを撃つか撃たんかって出てくんのよね。あの、教会の、教会の女の人ね。まあもちろん今回撃つよ。パチコリ撃つよ。パチコリ。パチコリ行かしてもらうよあれに。あき来た。ムービー入ったぞ。これ進むね。ジェイコブに連絡しろってね。かしこまり。 かしこマ,リマリコえ外でれるやん。見る外には出ない。ここである人を待つべきだ。はーい。ジェイコブの番号がどこにあるんだっけあっ、えっジェイコブの番号どこにあるって書いてたっけ携帯かあ、の人は無理。ルさクサイノが好きだった。全然見てなかった。飛ばしまくってた。これか携帯も変えてないんじゃないか おジェイコブの手紙いや彼の目もちょっと見して。すぐモールだってさ。彼からの手紙に書いてある。これね。なんだよ。八年もムほっといていいのこれね。あ、はいよ。電話かけまーす。ジェイコブー。ジェイジェイコブ・カベー なななんんか切れてるボボロボロやもジェイクショーンだ。えショーン連絡待ってたんだよえっと、メッセージ見たんだね。ああ。今どこすぐ来てほしいジェイコをやつやからな。今。近くにいるし。よし、でも今話せないんだごめん待てその、ダニエルは明日ブランディだ何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  オーケー。待って。これ何しとったやろ、この時。ジェイコブ。今は話せないだって。早くダニエルを助けに行きたいのに。それね。外には出ない。 ここであの彼を待つやりますかはい。待ってる間ちょっと休もう。戻ってくるのかな寝ちゃうんかショーン。あれこれ前寝たっけただいま遅くなってごめん。店が混んでて。 母ちゃんママ気分は骨折れてない？彼ら荒っぽいから。カラダブルチーズ玉マぎ抜きでしょ？ャダブルチーズバーガーうまいよなダブルチーズバーガー 傷のためのガーゼと。抗菌薬もあるわ。使って。ガツガツしすぎ。ゆっくり食べな。心配か。まあ、ね<え>。あのさ。そういうのいいよ。今更すぎ。13歳の頃俺が足を折った時。どこにいた？ ダニエルがインフルやった時も隣で寝てたのはあんたじゃなかったどこにいたなあ教えてくれよそうねそれじゃあ少し話しましょうかこれから手を組むんだしわかった二人きりでどうやって無事でいたの気まずいやろうなこれ。 ほんまに。ええー、無事なもんか。無事なもんか。バば、進むしか。なかったんだ。ごめん、これ、ゲス、ゲス選択やからね。ゲス選択やから、その質問に答えるきりはないね。ちょっと仲悪くいくか。そう。あ<ー>じゃあ。お母さん、かわいそう。できることある。なに。ない,ないてか、何が目的だ。ハグか。ただ、私がなぜ明あ日あか、知ってほしいの。よければ。 だから何でも聞いてさあ何言うかなもういい聞きたいことなんてない一つもあんたの本性分かんどうなるんやこれやってるんだそう思うじゃあそれを教えて疲れたからって簡単に家族を捨てる飽き性で自己中な女あなたが思うほど大人は大人じゃないの えー、満たされてただろう全部持ってたろそれでも幸せじゃなかったいや子供の目の前で言わんといて人生は一度きりだからかわいそうなことはしたくなかった何年も自分を騙してた世間の期待に応えることで幸せになれるんだってでもそれは間違いだった今は理解できないかもね でも、あなたを忘れたことはない。今更だけど。あなたたちを傷つけてしまって。ごめんなさい。へえー。あんたなしでも平気だった。俺らは平気だったから。<っ>あんたなしで。まあ、あの人は父親に向いてたから。ちゃんと育ててくれるって分かってた。だけど。もう頼れない。 どうなんの、これえお母さん来るかな前回は横座ってくれたけどこんな突き放したらさすがに来んのちゃう前は横座ってな深い深いっていうかすごい話してんけどな悲しい は来たママ来たママ来たショーン言いたいことがあるなら聞くからショーン結果がどうあれ正直な気持ちをぶつけ合いましょうどうでもいい今更話してどうするんだようわ これ狼めちゃめちゃ動いてんぞいいだいたい8年も消えてたくせに急に現れたと思ったら変な手紙が来たからってどういうことだようわお母さんすごい辛さだったぞ今,今後悔すると思った タバコ、えー、中に戻る何も聞かない中に戻るガーゼかいないと痛みがやばいあお母ちゃんうわお母さんも入ってきた。 うわーこれな泣きそうこれほんまにいやもうゲス選択ゲス選択悲しすぎるショーンがなほんまにかわいそうやねんな分かってるでもダニエルのために今回は私を信じてやだできない うわ足、一度捨てられてるんだ。足、大丈夫足、でも。ダニエルのために協力すべきだな。あ、結局、こうなるんやね。やじゃあ。どうする。ジェイコブと落ち合いましょう。彼は教会について詳しいはず。ああ。さっき電話したよ。明日会う予定だ。よかった。あと。 これ買っておいた。あ、無線？これこんなん買えんの？無視。めえやらないと。ねえ、何があったのか教えてくれない？ダメだ。お母さん知らんもんなまだダニエルの能力のこと。っうわ、これさ、お母さんがやる。よしこれを。 お母さんが目の治療するよってなるはずやねんけどさ、ならんかった。私やってあげようかってなんねんけどさ、普通に仲良かったら、仲良かったらっていうか選択が、あの、許す方向やったら、今回許さんかったから何もならんかったな。あ、心配そう。心配やろな、そりゃ息子。片目失ってたら。ああ、泣いてる。 泣いてるやんお母さんえどうも言い過ぎたごめんもう休みましょうああ海賊やんもう必ず助ける目つき海賊やんあのあれあのピーターパンに出てくるフック船長みたいな感じじゃないなんか <laughs> フック船長やったっけいやー 俺もこんな選択したくないんだよ。でもこれゲスト選択だからね。<laughs> めちゃくちゃにしてやんぜ。楽しいからな、これ。いや、ちょっとほんま、教会楽しみやな、暴れんの。ボコボコにすんねん、全員。<laughs> トイレしたくなってきた。来るかかししららね約束したからな目つきが。 来なくても目つきクソ悪いなショーンすごく大変な旅だったのよねあなたを邪魔した奴らの顔をぶん殴ってやりたいまあいい人にも出会ったけどなな、ブロディな、ブロディそういういい出会いが旅のいいとこねまたみんなに会いたいよ会えるわね ダニエルのことを聞かせてうーん悪ガキ言うこと聞かない悪ガキだよあなたになんだえ俺悪ガキな見てジェイコブジェイコブ悪者感すごいなああてて別に悪くないんやけどなジェイコブは そう。ジェイク。よく来たね。えー、何考えてたんだ。何考えてんだよ。他に行くとこなくて、そのあの夜ダニエルが戻ってきてショックを受けてたみたいだった。それにダニエルがここに連れてきたからな。なあ、ダニエルじゃジェイコブ。だから君のテントからブランケットを借りて一緒に逃げたんだ。 あと、君が稼いだお金も取ってあるその車に置いてあるえ俺の金を盗んだ、はあ、弟だけじゃなく金も取ったのか警察に取られるよりはマシだろう確かあの夜のダニエルがどんなだったか教えようかボロボロでひどくショックを受けてたしかも一人ぼっちほっとけなかった 他のみんな,他のみんなはどうなったハンナ、キャシディ、ペニー、何か知ってるかえっと、フィンを探しに事務所に向かったのは見た。それが最後だよ。でもダニエルがあの夜何が起きたのか教えてくれた。フィンがこされにたってああ。そうそうそう、ショットガンで撃たれたからな。ダニエルは自分のしたことを 償いたいと思ってるんだ償う必要なんてないだろフィンに同意したクズは俺なんだ言っておくけど牧師様には気をつけた方がいい彼女はダニエルを決して手放さないやるしかないなじゃそれに人を操るプロだもう打ちますダニエルも今では彼女を信じてるあそこにいたいって願ってるんだ あんな女怖くねえ。<あ>俺がぶっ殺してやるよ。あ,ね、あ、はい、ごめん、殺してやる,よ必ず助ける。ちょ、金返してくれんだから、許可なんか求めてない。ジェイコブね、カレンよ。よろしく。わかった。うまくいくかわからないけど、僕に考えがある。 もう授業が終わる頃だけど、リスベスはダニエルと教会に残って特別授業をするはずだ。その隙を狙えば事務所を攻めるかもしれない。じゃあ、私は念のために見張りをしておく。連絡は無線で。それで行こう。ちょっと待って。えっと妹のサラも助けたい。喘息、ね、のな。 両親とあの咳してた子なっていうのかでもちょっと聞いてくれよ彼女は病気なんだだけどリスベスが祈りで治療するって言っててみんなもそれを信じてるんだあ<ー>分かってくれるだろうな病院行かなあかんな彼の助けも必要よ <laughs> 分かったよ でどうするリスベスはサラのカルテを持ってる多分事務所にあるはずだそれを盗んだら手分けしてダニエルとサラを助けるいいああ<え>その作戦で行こう懸念はあるかダニエルがついてこなかったらついてくるさあいつなら さあ行くぞ戦だ今からは戦よん飛ばすかこれなんか長いなさあそろそろ運命の時が迫っておりますね 強くなれる理由を知恵を賜うボク用チューレチン,チュンチューチョメン聞こえる？どうしたじゃん？配置についたよく見えるわ何かあったら知らせてさあ行くか決戦の時あ,ありがとうここからは慎重に行こうオーもし見つかったら 僕が話するから。あ<ー>、しおまり。わかった。頼りにしてるぜ。ということで<え>今回はリスベスの家は教会のすぐ裏。<っ>ちょっと黙れよ。そうそう調べよう。了解。ちょっと黙れ。本当にリスベスが妹さんのファイル持ってんのか。気をつけて。敷地内に人がいるわ。なくそ何人だ。三人で、ね。左側に子連れの男、反対側に女が一人。 おお、マシュありがとう。礼拝が終わったら教会は原則立ち入り禁止なんだ。イナバウはなるべく人目は避けよう。イナバウはやちゃうわ。アイススケートです僕。アイススケート選手です。はい、ということで今回こんな感じで終わりたいと思います。皆さん、以上ゴリラスタジオでした。今回もご視聴ありがとうございました。ここで育ったの。いやいや、ゴリラジオでした。東部の別の教会だよ。ちょ,ちょっと聞く。ここへはリスベスがヘイブンポイントを始めた頃に。 なるほどね。ね。ジャイコブも結構、ちっちゃい時から来てたんやな、ここに。はい、ということで、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。以上、グリラスジでした。